はい、どうも始まりました、うさうずチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、子供たちと一緒に埼玉県のね、長瀞町にある宝登山小動物公園というところにね、向かっております。とりあえずこれからロープウェイに乗って行こうと思います。はい、はい、チケット買いました。はい、今到着しました。こっからね、多分ねちょっと歩くと思うんで、動画撮りながら行こうと思います。景色いいっすね、やっぱすごいな。一応なんか薬飲んできたんで、花粉症はねとりあえず今のところできそうです。このままちょっと花粉が出ないことを祈ります。今回ね、この動物園に来た目的は、次に飼おうと思っている動物を選ぶ参考にしようと思って、爬虫類から鳥までいるということで見に来ました。よいしょ。おお、角がね。やっほー、やっほー。ラマはかわいいな。君何やってんの？すごいいる。お猿がね、130頭ぐらいいます。へえ、130頭もいるんだ。でね、一匹一匹アイシュチップが入ってて、えで 3月入ったら全部追い込むようで、一頭一頭捕まえてアイシュチップのリーダー通して、入ってない小猿には埋め込んで、130超えて40、50になっちゃうとよその動物園あげたり、頭数管理しないとこの中がねもうギュウギュウになっちゃう。今日は33頭あげて、はい、上にいるラマさんと白黒のヤギさんを、はい、あのもらってブツブツ交換。おお、喧嘩喧嘩。行くぞ。おお、喧嘩が。ガチョウは飼えないな、これは。すごい。これ飼えない。
でかいな、やっぱ。ウルマンリクガメと、こちらに四つ指リクガメだって。かわいいね。ここにはきつい。はい、そんな感じでね、宝登山小動物公園に行ってきました。いろいろな動物たちがいるのはもちろんなんですが、ロープウェイに乗って山道を歩きながら動物園に行くという、なんか一つのねアトラクションのような動物園でした。実際いろいろ動物を見ると、次飼育する動物本当にね迷っちゃいますね。できればうずらと仲良く過ごせる動物がいいんですが、リャマやヤギの上にウズラが乗ってる絵とか想像したらニヤニヤしちゃいますよね。はい、そんな感じでね、今回の動画は山の上にある動物園、宝登山小動物公園に行ってきたという動画となりました。今回の動画がよろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ウサウズチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。